景気の戦いには勝ったけどよ、劉備と孫権を黙らせるまでにはいかなかった。殿、すいません、俺がもっと決まってりゃ。まあいつまでも後ろ向きじゃいかんわな。これまで通り我が殿の天下までの道を切り開くことだけ考えてりゃいいか。で次は漢中で殿に逆らう馬長だの宝徳だのまとめて叩きのめす戦だ。よし、一暴れ、いや五六暴れしてやるぜ。劉備のことは今は忘れ、奴は慶州をめぐり孫権と対立していてしばらく動けん。その隙にわしは西を漢中の地を制す。漢中の諸侯どもは結託し、道漢にて我が軍の進軍を阻んでおり、わしは北上して川を渡り奴らの背後をついて道漢側と攻撃する。加工園、お前は道漢の正面に布陣し、敵の意識と兵力を道漢側に集中させるのだ。お前の軍で敵の目を釘付けにしてやれ。わしと巨長が黄河を渡り敵の背後をつく。まずは道漢の正面を攻め、敵を引きつける。この防衛の要所を突破できると思うな。黄河を渡り敵の背後を突く。さあ全力で来るがいい。漢中の野獣ども、お主らに宋猛徳が止められるか。恐れひるむことはない。古川、一気に越えるぞ。孔明、ただいま参上つかまつった。ここを引かねばなるまい。敵将撃ち取った。なに、曹操が北へ動いていると。我らを攻撃するつもりか。させぬぞ。拠点の恨みは晴らすぞ。
一人か、いい度胸だ。攻めよ、息つく暇を与えるな。負けねえからな。撃勝、撃ち取った。先駆けよ、この戦を制するのだ。曹操様はオイラが守るだよ。どけ、お前など構っておれん。どうかも捨ててもかまわん。急ぎ渡り曹操本体を突くのだ。先だぜ。関係を用いて漢中を乱さんとする。なんとも豪速な防御した男、我が配下にぜひとも加えたいものだ。撃勝、撃ち取った。いかん、このままでは我らが挟まれる。殿と関数が窮地の方、これを利し敵の心を攻めてはいかない。どうか、関中はこの馬毛騎が守ってみせる。俺が相手になろう。この馬毛騎が相手だ。貴様らに屈するわけにはいかん。この俺の全てをかけ貴様を倒す。良い敵に出会った。いずれ再戦しよう。撃勝、撃ち取った。見事な攻めと守りよ。わしは関水に近づき揺さぶりをかける。玉王、わしの背後を頼むぞ。中の使用、我らが助太刀いたそう。一気に蹴散らすのだ。これだの
ける日もある。敵将撃ち取った好機だな。全軍反撃せよ。痛い目に遭いたいか。この拠点は我らの命分だ。落とさせんぞ。強敵と会えたわ。敵将撃ち取った。さあ全力で来るがいい。今だ、攻めかかれ。敵陣へと切り込むのです。ここは引かねばなるまい。漢中の諸侯どもはあらかた討ち取ったか。かの軍労どもは捨ておけば必ずや我が覇道の妨げとなったであろうな。漢中を抑えたことで今後の戦略も立てやすくなったわ。天下は確実に近づきつつある。このまま突き進むのだ。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際三国を覆い幼年神童と称された人物のようじゃな。